前症は空腹時血糖値が通常を超える状態を指します。パンやジャガイモ、お米やビスケットなどの炭水化物を多く含む食べ物を食べると、炭水化物が消化され、酵素により胆糖に加水分解されます。腸では胆糖が吸収され血流に入ります。膵臓で分泌されるホルモンであるインスリンは血糖値を調節します。インスリンにより血糖がエネルギーを供給するか保存されるために細胞に入ることができます。インスリンが適切に機能しない場合、血糖値が増大し2型糖尿病と診断されます。2型糖尿病は糖尿病患者の 90% に影響を与えます。2017年には世界で3億5200万人もの方が糖尿病前症を抱えていました。何も対策が講じられない場合、5から10年後に糖尿病前症は2型糖尿病となる可能性があります。糖尿病は長期的に次に挙げる身体の部分の健康に悪影響を与える可能性があります。目、腎臓、足、心臓。2型糖尿病は次のように生活スタイルを変えることで予防可能です。食習慣の変更、運動、そしてペプトゥーディアの摂取。ペプトゥーディアは2型糖尿病のリスクを減らします。ペプトゥーディア、科学的に効果が立証され、食後の血糖値水準を管理する特許取得済みの生物活性剤。ペプトゥーディア、糖尿病を予防するイングレディアのミルク生物活性剤。